吉祥寺の食うたにようこそ。さて本日の食うたはこちら。ではごゆっくりお楽しみください。こちら愛生薬局というメーカーさんが発売されている美味しいセルフケア、薬剤師の知恵から生まれたブレンドティー3種類を飲み比べてみたいと思います。デカフェ紅茶ベース、ごぼう茶ベース、ルイボス茶ベースとなっております。デカフェ紅茶ってあのカフェインがないやつですよね。まあ、ないというか正確に言うと大幅にカットされてるやつです。でごぼう茶とルイボスティーは、まあ、過去にも飲んだことありますし体に良さそうな響きはありますね。では代表としてこのデカフェ紅茶に顔を見せていただきましょう。はい、はい、入ってますね。ちょっとこういう風になってますね。入れていきたいんですけど、ちょっとさすがにこれやって上に持ってお茶注いで熱とかなると最悪なので、ちょっとコップの方をワイプの方に移すので、そちらの方で見ていただければと思います。こちらまず入れていきますね。はい、はい、入りましたよ。ではお湯を注いでいきます。チャンネル登録よろしくお願いします。で、まあ、いつもならここで切るところなんですけど、せっかくなのでこのタイミングでなんかこういろいろ書いてあるこれを読んでいきたいと思います。これが多分商品説明ですね。でこちらになんか気分や好みに合わせていつでも一息、いい響きですね。はい、そしてなんかここにも失礼、ここにも商品説明がいろいろ書かれています。薬剤師さんがブレンドしているらしいですね。だったら効能にはやっぱり期待を持てるのかな。でそれぞれのお茶に入っている成分素材が書かれています。どれも体に良さそうなものばっかりだな。こういうのいいね。でなんか自然の恵みで体の中から健やかに、そしてさらにここに会社の説明も書かれていますね。なんかいろいろ書かれてるな。おーっと、それではいろいろ書いてあったり、この素材、この中、トウモロコシのヒゲとか黒豆とかジンジャー、シナモン、ナツメ、この辺りは食べたこともありますね。ドクダミとかカモミール、イフェノール、シナモン、特にシナモンだと食べるイメージあるんだけど、飲むシナモンってどうなんだ。めぐりとか元気チャージとかいろいろですね。でここに忘れちゃいけませんね、ここに美味しい入れ方というのが書かれてありますね。だいたい 180ml のお湯を注いで2分蒸らすのがいいらしいです。180ml やったかな、これ。どうにもこの辺りがいい加減なんですよね、自分は。それではそろそろどうだな、どうだな、時計がないから、じゃあそろそろ一杯目いきますね。これが確かデカフェ紅茶でした。では飲んでみます。間違ってたらごめんなさい。この中だと一番好きなのはやっぱりラサイベースのこのお茶だね。申し訳ないんですけど、なんか飲んでるうちにもうどれの味がどの味なのか分からなくなってしまいました。情けないなこれ。でなのであくまで自分のイメージになるんですけど、このブレンドティーデカフェ紅茶ベースは割とすっきりとした味わいで、なんかもう甘いものとかケーキとかだけじゃなくて食事にも合いそうな、そんな感じがしましたね。なのでちょっと朝の一杯にはこれがいいかもしれません。すっきりとしますね。で次にこの
ちょっと待ってくださいね。次、ああもう次にこのルイボスなんですけど、なんか今まで自分が飲んできたルイボスとはやっぱり生姜が入っていて、その刺激があるのでやっぱり実感違う気がしましたね。なんか生姜の刺激は結構強いので、生姜が好きな方にはおすすめできますが、反対に苦手な方はちょっと避けた方がいいかもしれないですね。なので生姜の刺激で好みが分かれそうな、そんな気がしました。なのでルイボスティーと比べると好み、人を選ぶ味と言えるかもしれません。もちろん今まで飲んできたルイボスティーという意味なんです。でこのごぼう茶はやっぱりごぼうとか黒豆とか入ってるので香ばしい感じで、和食によく合いそうな感じでしたね。なのでなんかご飯と一緒に食べたくて、これでお茶漬け作っても美味しいかもしれません。そう思えるようなお茶でした。ごぼう茶、なんか一昔前に流行った気がする。でこの3つの中では自分はこのごぼう茶が一番美味しかったので、これを代表としてこちらの点数とさせていただきます。やっぱりお茶はリラックスするときにいいですね。というわけでご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると嬉しいです。演舞終演、お楽しみいただけましたか。もしそうでしたらチャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。ではまた次回の演目でお会いしましょう。